千葉持太郎です。さあ本日もベルディ動画になります。先週ですね、首位町田と、戦ったんですけれども、敗戦、いきなりこんな話であれなんですけれども、負けてしまったんですけれども、今週の水曜日アウェー栃木戦、そして本日5月21日アウェー山口戦、見事、勝利、そして2連勝ということでですね、アウェー2連勝素晴らしいです。まあ、町田にね負けてしまったものの、見事その後立て直してね、アウェーでしっかり2連勝できました。素晴らしかったです。そして、本日の動画でございます。そのねアウェー山口戦で先制点取りました、無心臓の馬力川村敬斗選手でございます。昨年ね、入った川村選手もベルディの顔ですね。フォワードでね、出場していたんですけれども、なかなかね点がね取れなくてっていうところだったんですけれども、今シーズン待望の初ゴールが、アウェー山口戦で開始早々でしたね。素晴らしいヘディングでした。いやこのねやっぱ流れもあって早々に2点目取れて、で相手の退場もありの、2対0というところで、川村選手がねすごいいい流れをね持ってきてくれたと思います。そんな川村選手を軽くご紹介したいと思うんですけれども、昨年、入団しました選手ですね。28試合出場3ゴール3アシストという、まあ、1年目にして本当にね、かなり活躍してくれて、シーズン序盤こそ、まあ、怪我もありそんなに出番はなかったんですけど、夏場以降ですね、まあ、ジョフク監督に代わってから、ほぼほぼ試合出てましたね。大事な場面でのゴールアシストがとても目立った、印象の選手ですね。期待の大卒2年目の川村選手ですけれども、本当にまあよくね本当に運動量高く走ってくれるね川村選手、とてもね熱い選手ですね。まあこの期待もあって、まあ今年本当にベルディの顔っていう感じですかね。本当にユニフォームお披露目会も川村選手出てましたし、まあ本当にねこの選手がまあどれだけね活躍できるかっていうのもベルディの今後のね成績にも表れてくるんじゃないかっていうぐらい、もう本当に期待されてる選手ですね。まあやっぱり走力運動量が武器の選手ですね。とにかく走るまあ彼のねやっぱ前線からのプレスで今の守備のね堅い守備っていうのができてるぐらい、やっぱり前線からのねプレスが本当に素晴らしいです。プレスバックもしてくれるし、でフォワードで出た後にその後サイドに出てもなお走るっていう、本当に無心臓のね馬力を持った選手ですよね。前へどんどん突破していく、やっぱ川村選手が、まあ、かなりねジョーク監督から信頼が高くて、まあ、本当にジョーク監督変わってから本当にものすごく評価が変わった選手なのかなっていう風に思います。それぐらいやっぱりまあ走力ですよね。やっぱ前線からまあ運動量高く走れるっていうところ、まあ体も張れますし足元もある、まあそういった選手がね本当に我慢してね出てね、なかなかチャンスね生かしきれなかったんですけれども、山口戦でようやくねヘディング素晴らしかったですね。これを機にねなるべくこう点をねどんどん取ってほしいですね。まあ本当にサイドでね出る試合も多いんですけれども、やっぱり昨年サイドで出てねなかなかこう手詰まりのところがあったんですけれども、昨年よりやっぱクロスの精度かなり向上しましたね。そういった部分でまあ、チャンスになるところが今シーズンも多々ありました。まあ、サイドでね出場して、で今年バスケスバイロン選手もかなり好調で右サイドかなり争ってるんですけれども、まあ、前線でね川村選手がどんどんね起点になってっていうシーンも多いので、まあこのね運動量多くね今後もね継続してくれれば、この失点の少なさっていう部分も本当川村選手のね運動量のおかげっていう部分もあるので、今山田選手もね運動量豊富に前線から守備してっていうのが今のベルディの強みですので、川村選手ねやっぱ怪我なくね、今怪我人がものすごく多いのでね、で一回ちょっと川村選手も離脱してしまって、で怪我から戻ってきてっていう状態なので、まあここからねちょっとね怪我なくねなんとか運動量豊富にね走り回ってほしいですね。本当川村選手の活躍なくしてはねベルディのやっぱりねこれからの順位っていうのが
今2位ですか、単独2位にあるのでね、怪我人後ろの方ディフェンスラインがかなりね増えてきてしまっているので、まあ、そういった部分も含めてね、前線の選手少しでもね、怪我なくねシーズン終えられるようにね、これからね暑い夏場来ますから、運動量やっぱり夏場ね、もうほとんどのねチーム運動量落ちてきますので、でまだ連戦もありますし、ここからね河村選手の運動量さらに期待したいと思います。アウェーね2連戦見事ね2連勝できまして、来週からホーム2連戦、いわき戦そして仙台戦とありますね。いやー今、まあ、単独2位ではあるものの、上との差がまだ7あって、下との差がまあそんなにないと、1回負けてしまえばもうすぐに順位は下がってしまうっていう状態なので、とにかくどんどんね勝ち点積み上げること大事ですね。なかなか怪我人多くて、厳しい状態ではあるんですけれども、元気な選手ねまだまだいますので、河村選手含めてね運動量豊富にどんどんプレッシャーかけてね、勝ち点積み上げられるように頑張ってほしいと思います。とにかくね、まあ、2連勝良かったですね。町田戦負けてしまったもののしっかり2連勝でね立ち直せることができましたので、素晴らしい、3連戦だったと思います。というわけでね、来週も、しっかり勝てますようにこれからねまた熱くなってきますのでね、我々も応援したいと思います。というわけで、ヴェルディ動画でございます。また来週お会いしましょう。ではでは、ありがとうございました。さよなら。